人。<と>のりりんのスピリチュアルレディオ。まあ、俺様、幸せの案内人先子と宮崎貴教と。はい。神様に可愛がられている琉球霊視スピリチュアルカウンセラーの金城紀子でお送りいたします。はい。えー、三回目ですけどね。はい。<laughs> やっと、あの、前回もちょっと失敗したところ。<laughs> 反省しまして、三、えー、回目、三度目の正直ということでね。はい、今日はあのきっちりと行きたいと思うんですけども、はい、早速ですが、はいえー、今日のテーマ<あ>先にいっちゃいましょうかね。はい、えー。今日のテーマはツインソウルです。ん？あ、ソウルメイトです。ソウルメイトです。<laughs> ということで、えー、ちょっとね、固い話題が固い。 固い話題というか固いテーマが続いたというか、まあ、2回しかやってないですけども「ソウルメイト」ということで、はい、恋愛関係ねなんか気になる方も多いということで、はい、本日のテーマはソウルメイトでお送りします、はいえーまあ、詳しいことは CM の後でで、ねはい、いきますので、うん、CM の方どうぞ。 いきなり、これを読もうとしてるなっていうのは。じゃ、な,なんか、来て。で、あの。これ、メールがありがたいなと思ったんですよ。長くなっちゃうなと思って、これいったら、絶対はい、はい。はい。メールがありがたいなと思ったんです。<laughs> <laughs> そうした。ソウルメートのツイト。まあ、そんなもんですよ。ツ <laughs> インソウルの方に、先、先に、話を言っちゃったみたいな、ね。 はい、じゃあソウルメイトとはいや。はい。 ですはい、ソウルメイトって何なんどんな感じですかって言っては私も知ってるんですけど <laughs> 一応ですねソウルメイトも、あのー、僕らが知っている範囲内以外に何かあるかもしれないということで、うんはい、一応調べてみました<あ>本日もね調べてみて、はい、結構古くからそのソウルメイトという言葉は イギリスの作家さんかなんかのところでね使われていたことがあるというふうな情報を、えー、ゲットしたんですけども、はい、今からどれくらい前に「もうソウルメイト」っていう言葉出てたんでは、ね、200年ぐらい前でしょうかね,ね1700年代でしたね。で,ねでまあそれはでも一般的には広がらなかったということなんですけども。はい えーまあ、僕らの認識の中ではですね「はいえー、ソウルメイト」という言葉が、えー、ヒプノセラピーとか対抗催眠とかをされてる。シャーリー・マクレーンのね、はい、本のそこら辺で、うんえー、使われたということでこれは前世というものがあるとして「はい、輪廻転生」というね、うんえー、魂が繰り返して こちらの方にやってきた生まれ変わりですね。という時に、はい、まあそのシャーリー・マクレーンのね本の中ではビッグバンが起こった時に二、はい、つの魂が別、はいえー、れ別れになった、はい、というような感じのニュアンスが書かれてましたけどもそれでねなんかあの魂のの相手、はい、あのー 1二つ,で一つの魂のようなでも劇的なこう出会いをして、はい、あの恋愛に、ね、結びついていくという内容で、うん、多くの、ね、なんか方たちがあのシャーリー・マークレーンのアウト・オン・リムでスピリチュアルな世界に、ねはい、興味を持ったことだと思うんですけれどもそうですね、うん、あのそれまではそういう感じのお話っていうのが、うん、そんなに一般的ではなかったということで。 すごく勇気がいったそうですあの本を出すことに関してもで出した後も、うん、すごいやっぱり叩かれたりとかしたっていうこともその後のねコラムに書いてあったりとかしたんですけど日本だとまだあのテレビとかで、はい、義母愛子さんがん出てたような時代なのでどっちかっていうとこの。はい 霊の者みたいなね,そうですね感じが多かった頃ですけどもうん、うん、特殊な人たちがその能力を持って解決していくっていうかまあ道飛者のね魂とか霊的なものに対して、はい、こう話してくださるようなテレビ番組とかね結構ありましたね、はい、そういうのが多かったですけどもねうん,、うん、なんか、えー、そうですねシャーリー・マックレーン僕は洋服屋にいた頃 洋服とか洋服作るメーカーにいた頃なので2323、うん、23ですかね、うん、それぐらいの頃だと思うんですけど30年ぐらい前、ね、そうですね1970年代後半ぐらいから80年前半ぐらいにあのニューエイジの方たちの一大ブームが起きた時に、はいはい、あそういう,こう、ね、ソウルメイトっていうような言葉も入出てきたということですよね。うん、はい でそのあとですね、まあうん、ブライアン先ほど、えっと言ったんですけどもブライアン・ワイス博士という、はいまあ、ヒプノセラピーという対抗催眠ですね、はいまあ、その権威ある方がやっぱりその、えー、輪廻転生とかを、はいえー、一般的にこう認知されやすいようにということも含みつつ、はい、ソウルメイトというようなね、はい 前世からののつなながりのある二人というようよ、はい、対抗催眠をした時にね明らかにこ,うこの二人がここで出会ったようなことを話し出したっていうことでねブライアン・ワイス先生の「前世療法」でやっぱりあれも衝撃的でしたね。そうです、ねはい、なんか前世っていうのもその頃ぐらいからですかねなんかみんなが。うん 前世見て欲しいとかね、はい、自分の前世なんだろうとかっていうようなね、はい、話をよくし始めたりとかっていうのもありましたがソウルメイトについてなんですけども、はい、結構、うん、ソウルメイトで、うん、あの今話したように前世からつながって何度も何度も輪廻転生の中で出会う、はい、あの魂の存在っていうふうに捉えても大丈夫 でしょうね,ね,ね <laughs> 大丈夫って言われても <laughs> ねこれ捉え方によるのでねさっきもちょっと来る車の中で話をしてたんですけども、うん、猫とソウルメイトだったミュージシャンの男の人。 なんか今まだ映画をやってるらしいです桜坂劇場,で坂劇場であのだからあの人とだけではなくてね魂でお互いに根性生まれ変わってその時にこう成長し合う相手であるっていうことなんですけどあのワンちゃんとか猫ちゃんもねその時にも深い絆で可能性はね、はい、あるかもしれないということで,うん、うん、でお互いに高め合える関係をね、はい、築いていけるっていうことも あると思うんですよ、ね、だからその映画すごく見たくって。<laughs> ですね。うん、あのー、そうですねすごくこの人よりはね飼ってる動物だったりとか関わる動物とかと非常にこの心を通わせ合うような方とかね、うん、いらっしゃいますので。うんうん、あとねやっぱりねロマンチックなことっていうともう前世からつながった。 魂の結びつきでこう出会えるっていいうパーートナはそこら辺もあのねいろいろとロマンチックなこのストーリーを求めてしまうという、はい、まあ欧米に限ってらしいんですけども、はい、かなりの確率でえこのソウルメイト、はい、ソウルメイトの存在を信じているという女性的 結婚適齢期の女性が多いということで、はいうん、結構のパーセンテージでしたね80から90%はぐらい、うん、ほとんどの人がうもう「ソウルメイト」っていう言葉とそういう運命の相手がいるっていうことを白馬に乗った王子様をねうん、うん、探すような、はい、感覚だと思うんですけども、うん、それもちょっと行き過ぎちゃうと危ない。 かなみたいなねロ <laughs> ロママンンチチッッククじゃないですかロマンチックだからソウルメイトと会った瞬間にこう初めてと思えないような懐かかしい感じがするとかお互いにそう感じるんであればこれはね利害関係一致してるからいいと思うんですけどもなんか一方的にね <laughs> あなたは私のソウルメートだからみたいな感じで言われてもはあみたいな反応しちゃうんじゃないですかね。<laughs> だからこれをねやっぱりソウルメートの場合だと一緒にいてね落ち着くとかやっぱそういうふうに決めつけるんではなくってなんか懐かしい感じがしてそしてその時気にならなくても何度も何度もシンクロニシティが起きて偶然の出会いがどん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 ,どんこう。 起きてきててそしてこう一緒にいると自然体で落ち着くとか、うん、そういうふうに決めつけるっていうんじゃなくてやっぱりこう運命の出会いここで頭で考えてっていうよりは、うん、もうなんかそこに流されていくっていうかな流されていくさ <laughs> 流さ流れたらそのまま流れてっちゃうんじゃないですか,なんか,なんか2人が結びつく方に、うん あまあ一緒の船に乗って流されるならいい感じかなって気がしますけどね <laughs> でもこれ下手したらあの聞いてる若い男性なんかはナンパする口実に使えるんじゃないかなんて今ね考えてるかもしれないですけど、ね、<laughs> あでもね会った瞬間に、はい、あもしかしたらみたいなねうん人はやっぱりこうなんかそういうのあると思うんですよねなんか ときめいたりあこの人とても素敵だなと思ったりとかそうですね、うん、あのお互いに何か共通するような項目というんですかねストールメイトっていうのが分かるって、はい、あの言われているのが爪の形とか爪の形、うん、爪の形が同じだとじ、はい、手の形とか手の形、うん、あと手相,が手相の形が似ている,ているとか。 のの場合はソウルメイトの可能性が高いとなるほどそれで全く喧嘩しないわけではなくて、うん、喧嘩してもね不思議と嫌じゃないああ<ー>、うん、なるほどね、うん、うちの両親なんかじゃあソウルメートじゃないですね<あ>手相が2人とも違う形してたからない合ってるかもしれないじゃないですか 補い合ってる違う,補違うそれはまあ課題を持った2人なのかもしれないですねそうそうそういうソウルメイトもいらっしゃるからはい、うん、まあ共通項はそ,それぐらいですかいえいええー、っとですねこうまあ一緒に最初からならなくても、うん、さっき言ったように何度も何度も別な場所で、うん、こう偶然のシンクロニシティが起きるって、うん、あのあの絵が「君の名は」。 君の名はの場合はソウルメイトを超えてるような感じがしますけどね。そ,れはそうなんですけど、まあでも,何度も,何度も。ソウルメイトですよね。ある意味ね。何度も何度もこうすれ違うけれども、最後、はいうん。思い切って声をかけたらっていうことですよね。で、このソウルメイトという定義が難しいなと思うのが。恋人同士をソウルメイトっていうふうにね。捉えてる方が多いような感じがするんですけども、うん、さっきもね。 動物との、ねはい、関係性でソウルメイトっていうのがあったのでうん、うん、もしかしたらこれは男同士の友達女性同士の友達、ね、親子でも、親子とか、はい、そういう中にも存在しうるんじゃないかなと思うんですよ。何、うんうん、何度も何度ももも生まれ変わっても必ず出会う 魂の存在、うん、そしてお互いにこう出会うことによって学び成長の時があって、うん、で実は成長を終えるとねまた離れていったりもするんですよあ、なるほどねうん、うん、そういうもう必要なくなってしまうということですよねうん、うん 最近、なんか全然会ってないお友達がいたりとか、うん、それまでもすごい密接にこう付き合っていたけれどもうん、うん、そういう時なんかもその時期があったと、うん、いうことでそれで今は離れてるけどまた再会の時期も訪れるかもしれないというですねでこの「ソウルメイトの、ね」の今日一応テーマに選びましたが 1>,、うん、1回ではまず語りきれないなということで。 はい、この3回目にしてまた着地しないっていうことが起きると思うんですけど <laughs> うん、うん、あのね、えっと、ソウルメイトでっていうとあのでもロマンチックな感じだとやっぱり恋愛関係でね ヨーロッパのほと欧米の方とかでは、うんね、90%ぐらいがソウルメイト運命の人の存在を信じている若い女性たちがいると、うん、いうことで,でもそう思うと本当に何か出会った時にその人のことを大切に思ったりとか運命って感じるとこう若くするじゃないですか。そそうでですよねれ毎月 今毎週火曜日の午後3時半から、はい、あのスピリチュアルレディオをお送りしてるんですけれども、はい、毎月1回はねこういう,こう恋愛のこと女性が結構興味を持たれる分野だと思うんですけれどもなんかね恋がねちょっと苦手っていうか奥手な男の子とか最近草って呼ばれる種類のね男性陣が多いということで、うん、なびいてるだけみたいなね。だけど こういう本当にあなたにもソウルメイトがいるんですよってでそういうことであなた自身も人生がね輝く時が来るかもしれないからっていうのがねなんかお伝えできたら嬉しいなと思ってるんですよね。そうですね、うん、なので、えー、今回は「ソウルメイトパート1」という感じで。第何週はあのこういう恋愛とかそういう。 ことにこう悩んでいる方がもしいたらあのまた F.M. 小澤さんの方にねメールいただけたらお答えしていきたいですし、そうですね。ソウルメイトに関してもですかね。<laughs> もも <laughs> ね。実体験とかでもいいですし。そう出会いました、はい、みたいなね。なんかどしどしいただけるとありがたいですけどね。そうですね。はい、なんかソウルメイトっていうのとあとツインソウル。 よくあのツインソウルが、ね、えっ私はねいきなり間違えたツインソウルツインフレームとかスピリットメイトでしたってはい,、はい、いろんな種類がなんかね存在してるので、うんえー、何がどうなってるのやらみたいなのもねどういう違いなのかなとか <laughs> はいそういうこともねなんか伝えていけたらいい、ねはい、そうですね、えーうん、そこら辺ももし疑問があれば。 はいぜひぜひあのー、FM 小座さんの方ねはい、えー、メールをいただければと思うんですが761アットマーク FM 小座ドット JP までね、うん、はい、えー、いただければと思いますはいどうぞよろしくお願いします、はい、またねセッションの方でもねあの私もあのー、こうメッセンジャーなので神様メッセンジャーなのであのよく恋愛の相談いただくんですけれどもその方を見るとねこう 相手の方とつながっているとかそういったことも見えてきますのでぜひねアイランドジャムの方でセッションを行ってますのでこちらの方にもいらしていただけたら嬉しいです。はい、でまたねアイランドジャムではね占いの方でもそういうに関係性って分かりますよ、ね、多いですね。何、あのー、て言うんですかね人間関係だけじゃなくて、うん、ねこのまあ多いのが恋愛相談ということなので。うんうん 悩んでいる方はね関係性がどんな関係性ですかというのもね、うん、はっきりとこうある程度出てしまいますけどもそうですねぜひ来ていただければと思います、うん、それでね一歩こう自分が前向きになれたらねあの恋愛も成就していくじゃないですか。ずっ、ね、っとねこう引っ込み思案で、はい えー、草さんたちのような感じではなくって <laughs> <laughs> ちゃんとねお日様の日差しを浴びてこうみずみずしく伸びていくように。はい <laughs> でうん、うん、ですねうん、うん、えっと、ま、前回の放送のあとですねお便りを、ね。メール あのいただけたら嬉しいですっていう風にねお、あのお伝えしましたらメールの方がね届いてるんですよ。本当にありがとうございます。はい、ラジオネームキキとロックちゃんさん、はいね、うん、えー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、と龍介さん、はい、ね、どうもありがとうございます。ます,すごいねあのメールの内容を拝見させていただいて、もうとっても嬉しいです。<laughs> でちょっとね質問で、うんえー アイランドジャムで定期的に行われている瞑想会について教えてくださいということなんですけども、はい、基本的に、えー、新月満月の日に、はいえー、開催するときは開催しますということで <laughs>、えー、これはブログの方とかでお知らせをしております。うん、でえー、っとまあ夕方夕方というかね熟児、えー、夜の7時からだいたい基本1時間半で、うん、その時によって まあおしゃべりしてるうちに9時ぐらいになっちゃうこともあったりしますけどもテーマが毎回素敵でですすよねねそう今回回のテーマ忘れちゃいました毎回僕はテーマを明日なんですけどテーマを決めてえ皆さんが来る30分ぐらい前にあれ何だったかなと思って確認するような感じなんですけどもはい。 明日のアイランドジャムにて明日は午後7時から。午後7時から、大体2時間ぐらいこれ本当の自分につながるっていったようなニュアンスのテーマだったと思いますけども詳しくはブログの方をチェックしてみてください。そうですねアイランドジャムでブログ検索するとアップしてきます。来月月のは えー、何日かちょっと今忘れちゃったんですけど満月ですね満月はあの久しぶりにあのチャクラサウンドメディテーションというね、うんえー、声を出しながら、はい、チャクラの音階、えー、下から第一チャクラから第七チャクラまで、はい、声を出しながら上がったり下がったりして活性化、はい、浄化していくっていうようなねメッセージが降りてくるっていうこともあります。はい、そちらもなかなかか、えー、ダイナミックで 楽しいので、はい、ぜひ、来ていいたただきたいんですけども、うん、瞑想会参加するとねやっぱすっきりすしますあのメッセージをいただいてまたこう次の満月、新月までっていうこともね、はい、あの気持ちもすごく落ち着いていけるので、はい、ぜひ瞑想会も参加してください。はい、ということでですね本日もあの着地してるようで着地してないというような感じですけども、うん、ソウルメイトとね、やっぱり出会いたいですよ。 そうですね、うん、じゃあ、どうやったら出会えるんですかソウルメイトと、はいうん、さっき、えー、何度か言ってるんですけれども、何度も何度もやっぱりこうシンクロニシティが起きて、うん、それでそれがなんだか懐かしい感じがして、うん、でいつもそばにいてくれると嬉しいなって、今の曲のようにこう。 どこかこう恋心とかときめきとかそしてなあの落ち着いた感じっていうのをこう育めるような関係でそういう風うになりたいなと思ったらもしかしたらあなたのソウルメイトかもしれないですよね。なるほどこれすでにもうあのパートナーがいる方とかは別にソウルメイトを探さなくてもいいんですよね。どうどうでしょうね。ソウルメイトがパートナー自。 かもしれないじゃなないいですかかもしれないけども明らかにこの人はソウルメイトじゃないなと思っても、うん、それはその人の今生の。 本の学びがあると思うんですね、この方と必ずしもかあの家族になってずっと一緒にいるとかそういうことでもないですし、はい、あの学びが終わったら離れることも先ほどもあるっていうふうに、ね、伝えたんですけれども、はい、ソウルメイトはやっぱりそう魂をお互いに成長のために学び合う関係であると、うん、必ずしも恋愛ではないということですよね。ねまた これからツインソウルとかねツインレイスピリットメイトについてもお話ししていけたら嬉しいですじゃあ次回にそこらへんは期待を残しつつ、うん、<laughs> ツインソウルはねまたそれはそれでねすごい素敵なんですよね、はい、了解しました <laughs> で今週もまた先着2名様に限り私たちのセッションを、はい、通常1時間1万2万でそれぞれ行っているのですが30分3000円で体験していただけるプレゼントをご用意してます はい、お申し込みの方はね、アイランドタモまで電話をください。電話番号の方が、零九八八九八五七三零、零九八八九八五七三零です。低層になっているのでね。番組終了後、おかけください。お待ちしております。はい、そして、楽曲の提供は、夢ミュージックさんよりいただいております。はい。 c d、えー、ドリ e a m e の中から使わせていただいておりますこちらの、ね、CD の方も全国で発売中ですので皆さんこの曲が気に入ったと思いましたら検索して、えー、購入いただけたらまたこちらもねあの沖縄出身のミュージシャンの方たちが頑張っていますので応援よろしくお願いします。ということでですね本日やっと3回目いい感じで終われそうな。 <laughs> 予感がすでにしています。かなり余裕な感じで。嬉 <laughs> しいね。やっとです、ね。いつもね、なんかね、いつ終わるのかわからんない。あれっていうね、時間の感覚がいつもね、アセンションしちゃってますから。どっかに飛んでますけども、本日はなんとかいい感じでね。そうですね。 はい、なんかとっても嬉しいですね。またね、あの、こういう恋愛のこととかね、いろいろ聞きたいことがあったら、はい、お気軽に、あの、声かけください。メールの方もお待ちしてます。はい、では、皆さん、さようなら。私は。生きて。